どうも、しぼです。今回はゲーム実況の録画や配信に必須な3つの PC スペックについて解説します。最近視聴者さんからの質問で、どれくらいの PC スペックがあればゲーム実況を行えるのかという質問コメントを受けることが多いので、今回は動画で答えさせてもらおうと思ったのですが、ゲーム実況を行うときに重要なスペックとしては CPU、GPU、メモリ、この3つのスペックが非常に重要になっています。これ以外にも PC には様々な性能がありますが、基本的にこの3つだけに注意しておけば間違いはありません。ちなみに PC を使ってゲーム実況を行うのであれば、 OBS Studio というキャプチャーソフトを使用し、 1080p60fps の解像度で録画や配信を行うのが主流です。なので、この基準で必要なスペック情報を解説していきますが、これから解説する細かい PC スペックの情報はあくまで目安です。このスペック以下だと OBS を使用して 1080p60fps で録画や配信が絶対できないとか、このスペック以上ならば問題なく OBS で 1080p60fps で録画や配信ができるというように明確に断言するものではないので注意してください。今回解説する情報は実際の自分の経験や知識はもちろん、数多くの人の質問に対応する中で、このスペックの PC を使っている人はうまくいっていないことが多いとか、このスペック以上の PC を使っている人ならば問題なくできているという大まかなスペック情報をお伝えするので、あらかじめご了承ください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。まずは CPU についてですが、簡単に言えばプログラムを実行するために必要な処理を行う装置のことを CPU と言います。この CPU の性能が高いほど作業を処理するスピードが速くなるので、高画質で録画や配信が行えたり、動画編集時にカクついたり止まったりすることなくスムーズに作業ができるようになります。何のゲームをプレイするかによって必要な CPU の目安が変化しますが、 PS4 や PS5、Switch、Xbox、スマホといった外部機器の映像を 1080p60fps で録画や配信をしたり、動画編集をしたいのであれば、最低でも Intel Core i5 もしくは Core i7 以上で 6×6 スレッド以上の CPU が必要になります。PC ゲームの映像を 1080p60fps で録画や配信をしたり、動画編集をしたいのであれば、最低でも Core i5 もしくは Core i7 以上で 6×6 スレッド以上の CPU が同様に必要ですが、 PC ゲームの推奨動作環境を確認したときに、それ以上の CPU が必要となっているのであれば、推奨動作環境以上の CPU が搭載された PC を準備してください。ちなみにコア数やスレッド数の意味がわからない人もいるかもしれないですが、意味については特に理解していなくても問題ありません。 1080p60fps で録画や配信を行いたいのであれば、 6×6 スレッド以上というのさえ理解できていれば OK です。意味が気になる人は自分で調べてほしいですが、この後に今使用している PC に搭載されている CPU のコア数やスレッド数の確認方法を解説するので、参考にしてみてください。次に CPU についての注意点がいくつかあるので解説しておきますが、6コア6スレッドの CPU ではなく、4コア8スレッドの CPU もあったりします。ただ4コア8スレッドの CPU では OBS 内の画質に関する設定を下げないと 1080p60fps でうまく録画や配信ができず、映像や音声に不具合が起きてしまったという声をたくさん聞いています。720p に解像度を下げないと録画や配信を行えなかったという情報や、動画編集時の処理も重くて作業が進まなかったという情報もあるので、6コア6スレッド以上の CPU がおすすめです。あと Intel から販売されている CPU 以外に、 AMD から販売されている Ryzen という CPU も存在しています。ただ PC に関する情報に疎い初心者さんには Ryzen はおすすめしていないので注意してください。理由としては、ゲーム実況をやるときは複数の機材やソフトを使用しますが、それぞれの機材やソフトには動作環境の目安が記載されています。しかし機材やソフトによっては動作環境の欄に Ryzen の情報が記載されていないことが多いんですよね。動作環境に記載されていなくても使える場合はありますが、実際に販売元が検証していない影響で記載されていないことが多く、機材やソフトを新しく購入するときに毎回悩んでしまいます。他にも Intel と Ryzen を比較するとそれぞれに細かい特徴の差がありますが、 PC 関連の情報にあまり詳しくない初心者の人だったら、 Intel の CPU が搭載された PC を購入するのが一番安心なので、参考にしてみてください。ちなみに今使用している PC の CPU が目安のスペックを満たしているのか気になる人もいると思うので、 CPU のスペックを確認する方法を解説しておきます。
ただ Windows 11の画面で解説するのであらかじめご了承ください。まずはデスクトップ画面の下にあるタスクバーの上で右クリックしてタスクマネージャーをクリックします。次にこのような画面が表示されますが、画面左にあるパフォーマンスをクリックしてください。次に CPU の項目をクリックすると自分の PC に搭載されている CPU の情報を確認可能です。ちなみに論理プロセッサ数がスレッド数になるのですが、自分の PC の場合だと16コア24スレッドとなっています。この後 GPU やメモリについても解説しますが、同じようにタスクマネージャーで確認できるので閉じることなくそのままにしておいてください。次に GPU について解説しますが、簡単に言えば画像を描画するために必要な計算を処理する装置のことを GPU と言います。この性能が高いほど PC ゲームの画質やフレームレートを高めた状態で快適にプレイできますし、動画編集時の処理も早くできます。また高性能な GPU を搭載しているのであれば、 CPU で録画や配信の処理を行うよりも画質を高くできるので、 PC ゲームをプレイしなかったとしても性能が高い GPU が搭載されている PC を購入するのがおすすめです。何のゲームをプレイするかによって必要な GPU の目安が変化しますが、 PS4 や PS5、Switch、Xbox、スマホといった外部機器の映像を 1080p、60fps で録画や配信したり動画編集をするのであれば、キャプチャーボードの動作環境以上の GPU、 できれば NVIDIA GeForce GTX 1650以上の GPU が搭載された PC を準備してください。PC ゲームの映像を 1080p、60fps で録画や配信したり動画編集をするのであれば、 NVIDIA GeForce GTX 1650 以上、もしくは PC ゲームの推奨動作環境以上の GPU が搭載された PC を準備してください。ちなみに NVIDIA から販売されている GPU 以外にも、 AMD から販売されている Radeon という GPU や Intel から販売されている Arc という GPU が搭載されている PC がありますし、PC によっては GPU が単独で搭載されておらず、 CPU に内蔵されている GPU を使って処理を行っている PC もあったりします。ただ個人的には Radeon や Arc が搭載された PC を使用したり、内蔵 GPU を使っている PC を使用するのはお勧めしていないので注意してください。 CPU の時と同じ理由になりますが、 Radeon や Arc だと機材やソフトの動作環境の欄に記載されていないことが多く、機材やソフトを購入するときに毎回悩んでしまいます。また内蔵 GPU を使っている PC の場合、単独で搭載されている GPU よりも性能が良くないのでお勧めできません。PC 関連の情報にあまり詳しくない初心者の人だったら、 NVIDIA の GPU が搭載された PC を購入すると安心ですし、 NVIDIA の GTX1650 以上の GPU があればほとんどの機材やソフトは問題なく使えますし、動画編集時の処理も早くなるのでおすすめです。ただ PC ゲームによっては推奨動作環境が高いゲームもあったりするので、状況に応じて必要な GPU が搭載された PC を準備するようにしてください。あと PC を購入するときの予算があるのであれば、 NVIDIA の RTX 2000番台以上の GPU が搭載された PC を購入すると、 OBS で録画や配信の設定を行うときによりクオリティの高い設定が行えるようになっています。例えばマウスのクリック音やキーボードのカタカタ音を軽減できる特殊なノイズ抑制の設定ができたり、グリーンバックを使用しなくても背景を透過できたりするなど特殊な設定が可能になるんですよね。また NVIDIA の RTX 2000番台以上の GPU ならば、 OBS で録画や配信の設定をする場合に NVIDIA Nvence H264 という GPU で処理を行うエンコーダを使用できるのですが、 CPU で処理を行う X264 というエンコーダよりも画質を高くできるようになっています。なので PC ゲームをプレイしなかったとしても、性能が高い GPU が搭載されている PC を購入するのがおすすめなので、予算に余裕があるのであれば検討してみてください。ちなみに今使用している PC の GPU が気になる人もいると思うので、 GPU のスペックを確認する方法を解説しておきます。先ほどの CPU のスペックを確認するときにタスクマネージャーを開いたと思いますが、同じ画面内に GPU の項目があるので実際にクリックするとどのような GPU が搭載されているのか確認できます。自分の PC の場合は NVIDIA GeForce RTX4080 を搭載しているので、このように表示されます。この後にメモリについても解説しますが、同じようにタスクマネージャーで確認できるので画面は閉じずにそのままにしておいてください。次にメモリについて解説しますが、簡単に言えばデータやプログラムを一時的に保管する役割を持つ装置のことをメモリと言います。
机や作業台というように例えられるのですが、机の上にノートや筆記用具を置いたり、参考書を開いて勉強するのであれば、机が広ければ広いほど作業しやすくて効率もいいですよね。メモリもそれと非常に似ていて、メモリ容量が大きければ大きいほど作業領域が広くなったり、いろいろな情報を一時的に保管できるので、CPU や GPU が様々な作業を並行してスムーズに行うことができます。基本的に 1080p60fps で録画や配信をしたり、動画編集をするのであれば、メモリは 16GB 以上を推奨します。8GB では足りないので注意してください。しかし一部の PC ゲームをプレイする場合は 16GB では足りない場合もあるので、 PC ゲームをプレイしたい人は推奨動作環境を必ずチェックしましょう。それでは今使用している PC のメモリが気になる人もいると思うので、メモリのスペックを確認する方法を解説しておきます。先ほど CPU や GPU を確認したタスクマネージャーの画面内にメモリの項目があるので、実際にクリックするとどれくらいのメモリが搭載されているのか確認できます。自分の PC の場合は 32GB のメモリを使用しているので、このように表示されていますね。ちなみに実際に行う人は少ないと思いますが、 4K 映像の動画編集をするのであれば 16GB のメモリでは処理が重くなってしまって編集が思うようにできません。 4K 映像の編集を行いたいのであれば 32GB のメモリを使用するのがおすすめです。そういうこともあって自分は 32GB のメモリが搭載された PC を使用しています。一部の PC ゲームをプレイする場合でも 32GB のメモリがあった方がいい場合もありますが、基本的に 1080p60fps の解像度で録画や配信を行ったり動画編集をするのであれば 16GB で十分なので覚えておきましょう。ここまでゲーム実況で重要な PC スペックである CPU、GPU、メモリの3つについて解説してきましたが、ここで一度解説内容をまとめたいと思います。まずは PS4 や PS5、Switch、Xbox、スマホといった外部機器の映像を 1080p60fps で録画や配信をしたり動画編集したいのであれば、このような PC スペックが必要になっています。必要であれば動画を一時停止して情報をメモするようにしてください。ただこのスペックはあくまで目安です。ギリギリのスペックの PC だとうまくいかない場合もあるので、スペック的に余裕のある PC を準備するようにしてください。次に PC ゲームの映像を 1080p60fps で録画や配信をしたり動画編集したいのであれば、このような PC スペックが必要になります。必要であれば動画を一時停止して情報をメモするようにしてください。ただこのスペックはあくまで目安です。ギリギリのスペックの PC だとうまくいかない場合もあるので、スペック的に余裕のある PC を準備するようにしてください。実際に自分が使用している PC のスペックを確認してみると、目安よりもスペックが低かったり判断するのが難しい微妙なスペックになっていた人もいると思います。もしも判断するのが難しい微妙なスペックになっていたのであれば、その PC を使って録画や配信の設定を行い、実際に確認した方が手っ取り早いです。録画や配信は OBS スタジオというキャプチャーソフトを使用するのを推奨しているので、実際にインストールして設定を行って確認してみましょう。説明欄に OBS のインストール方法を解説した動画や録画配信設定方法を解説した動画をまとめた再生リストを記載しておくので、それらを参考にしながら設定してみてください。もしもよくわからないのであれば、コメント欄で質問も受け付けているので、具体的に状況を説明しながら質問してもらえたらと思います。試しに録画や配信を行ってみたけどうまくいかなかったり、明らかにスペックが低いと分かっているのであれば、スペックの目安を参考に高スペックな PC に買い替えるのがおすすめです。ただ実際に PC を購入するときにはいろいろな注意点があるので、今後ゲーム実況用の PC を購入するときの選び方を解説する動画を投稿予定です。投稿されたら説明欄に動画リンクを記載しておくので、そちらを参考にしつつ高スペックな PC を準備してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで録画や配信に必要な機材の情報や YouTube 活動に必要なソフトの使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。